段起きなきゃいけない時間の30分前に起きて、30分間これぐらいのノートに、今は1ページですね、丸々1ページ、かっこよく言うと自分との会話をしてます。やっぱり眠い時ってもう今日はいいかなって毎日思うんですよ。でも一郎が言ってたんですよ、毎日自分に打ち勝ったやつだけが最後成功をものにするって言ってたんで、ちょっと今日も自分に打ち勝って書いていきたいと思います。やっぱね、ちょっと書いてると目が覚めてきましたね、はい、で、じゃあ結局その自分との会話って何を書いてんだっていうと、なんか今の気持ちだったりとか、なんだろうな、やっていきたいことだったりとか、やんなきゃいけないことだったり、なんか今思ったことをもうすぐ移すっていうことをやってます。なんかなんでじゃあ朝やるかっていうと、夜だと深夜テンションとかあるじゃん。なんでなんか朝が一番いろんな物事をフラットに判断できるのかなと思うんで、こうやって朝に書いてます。でしかもやっぱりトレーニング前なんで、トレーニングの前に書くことによって今日意識することとかも把握できるし、なんでいつも朝書いてますって感じです。で書き終えたら朝飯行ってきます。はい、朝ごはん終わって今からグラウンドに向かってトレーニングをしていきたいと思います。まあ皆さんね、分かってると思うんですけど、今一度ここで僕の現状っていうものをね、説明したいと思います。今の現状は契約満了になり、次の道がないっていう状況ですね。僕2021年の8月から、サガン鳥栖でずっとトレーニングをさせてもらってて、で2022年度から、プロ契約をして、まあ、単年契約だったんで、は1年間、サガン鳥栖の選手として活動してきたんですけど、まあ、来シーズンは契約をしないという、まあ、クラブからの判断で、まあ、来年はサガン鳥栖ではプレーできなくなります。じゃあ来年どうするんだっていうところで、まあ、今道がないわけですよね。まあ、道がないというか決まってないんですよ。なんでとりあえず練習してコンディションを整えて、何かあった時に、例えばね、練習参加やったりだとかっていうところのためにしっかりと体を仕上げていきたいと思います。 OK、 じゃあまたバイバイ。トレーニング終わって昼飯を食べます。はい。で、よくね、昼飯を食べてるのは弥生軒です。もうここが一番いいんだから、弥生軒。この後は帰って、まあちょっとズームで話さなければいけない人たちがいるので、まあズームを2件ですね、今日は2件やって行きたいと思います。じゃあ昼飯行ってきます。まあね、午前中普通にトレーニングしたんですけど、やっぱりキーパーも体力が必要なんで、試合中はちょっとだけランニングしてきます。30分後ぐらい。なんかやっぱりあれやね、なんか行動してないとやっぱり不安になるよね。よいしょ、行ってきます。気持ちいいです。とってもあとやばい、かっこ熱い。よっしゃ、今日もやったぞ。まだまだこっからです。今日は、まあ、終わったんで、今夕方の4時半ぐらいなんですけど、6時ぐらいまで、夕飯までによく来るお店があります。じゃじゃん、バギー。こうハンバーガー屋さんなんですけど、まあさすがに夕飯あるんで僕ハンバーガー食べないですけど、結構ドリンク飲みながら店員と話したりとかしてます。僕の鳥栖での憩いの場です。じゃあ訪問していきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何話そうと思ったっけ。ハンバーガーは僕正直めちゃくちゃ好きなんですよ。
めちゃくちゃ好きなんですけど、さすがに毎日食べたりとかシーズン中はあんまり食べれないんで、本当にオフの時とかチートデーですね、チートデーの時とかにご褒美感覚で食べてますね。アキさん、多分って言うなじゃあアキさん、いつも通り座ってください。座る。じゃあ面接始めます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうですか、これケイスケチャンネルです。今僕の前にいらっしゃる方はこのバギーのオーナーの方です。アキさんです。はい、こうやってこう見えてめちゃくちゃ優しいんで、皆さんこう見えてね、最初はめちゃくちゃ怖そうに見えて、僕も最初入ってきた時に2回来たんですよ、アキさんにバレずに。うん、それはなんか聞いた。そう、2回来たんですけど、リュウちゃん入ってきていいのに。あ、いいんすか。お、来ました、第2のバイトリーダー。いや、違います。バイトリーダーではない、バイトです、ただのリュウイチくんです。こんにちは。バギーに来た際はこのリュウイチがめちゃくちゃおもてなししてくれるんで、おもてなしします、よろしくお願いしますそんな大丈夫そう、大丈夫そう、これダサいなお前。大丈夫そう、さ相変わらずダサいね。ダサいいやでも本当にバギーめちゃくちゃいいとこなんで、皆さんぜひお待ちしてますね。ちょっと待って、ケイスケ今後どうすると。今後はで、まあサガン入れないんで、入れないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、まだプロとしてやりたいんでトライアウト受けようかなと思ってて、11月末にトライアウトってやつがあるんですよ。オーディションみたいなの。あ、オーディションみたいな感じです。で、なんか J リーグからなんか契約満了言われた人たちが集まって、まあ、試合とかして、そこにプロのスカウトたちが来てくれて、でその前でやるみたいな感じのやつがあって、まあ、それに向けて頑張ろうかなって感じですね。いいと思います。ありがとうございます。応援します。いいですか、応援してください。ありがとうございます。本当にね、もうちょっとビッグになって、ね、ビッグになって帰ってきます。いや、もうちょっと長くいてくれたらいいよ。なお、確かに確かに、こんななんかスポーツマンはあんまりいないと思うんですね。いい意味でね。そう、いい意味でね、いい意味でね。よしよし、なんかちょっと鼻につく感じむしろこいつうぜえなみたいなぐらいのスポーツマンってあんまりいないと思います。俺は知らないですけど。ありがとうございます。褒めてるのかわかんないですけど、龍一けん玉できるって聞いたんだけど本当。うん、俺けん玉のプロやね。あ、そうなんだ。え、あれやろ、そのさせるぐらいでしょ。まあそうね、させそのさせはする。そうか、とりあえず世界一周やね。あ、とりあえず世界一周で、うん、何世界一周。世界一周見せます。おー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 、えぐっ、思ってよりえぐいやん。え、失敗するんかいてか、お前スタイルいいな。おーい、バモバモバモ、こんなもんやね。でもとりあえずは、いや今の見たかったら皆さんバギーへ。うん、もういつでもフリップしてよって言われたら。ちなみに何曜日が結構来てます。そうね、龍一さんは土日のどっちか全然入っとないやん全然入ってない。週1やねうわー、嫌なバイトめっちゃタイミング良かったもんね今日ケイスケ。そうやね、うん、確かに確かに、久しぶりだもんね。いや、しかも今はさっき話聞いて。何が。あ、そういうこと。そうそうそう、ありがとうね、マジで。マジでちょっと、いや、うん、大丈夫、また来るわ。また俺、そう、あの、トス来た時絶対遊び来るから。確かに、トライアウトはどこで。トライアウトは栃木。あ、栃木。栃木でちょっとかましてくるわ。あ、かましてこい。よっしゃよっしゃ。じゃあすいません、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。また来ます。また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 来てね嘘つけじゃあねー、バイバイ。トスがいいっすね、トスが。ちなみにお前変なことこれやらんほうがいいよ。え、マジっすか。多分これガチです。使う可能性ある。マジっすか。うん。美味しいご飯ついただいてます。美味しい美味しい美味しいです。美味しいね。大好きです。最高だね。ケイスケのとも、あと何回ぐらいか食べる。ありがとうな。楽しいっすわ、本当に。ありがとうな。楽しいです、本当に。アイキさん、今からどこ行きますか。今から、アマンディに。アマンディ。温泉。温泉。はい。結構お世話になってますよね、僕たち、アマンディ。いや、めちゃくちゃお世話になってますよ。え、アマンディ、はい、その温泉行くじゃないですか、僕たち。はい、なんで行くんですか。やっぱりサッカーのため、まあ、サッカーのためですね。平和とか
はいはいはい、あのまあ寮でちょっと疲れないんで、はいはいはい、だからまあ疲れに、ああなるほどなるほど、そうです、でじゃあやっぱり全ての行動がサッカーにつながってるってこと、いやそうですよ本当に、だからあの今シーズン振り返って荒木さんどうでした、もう本当になかなか試合に絡めずに、はい、いやく、うん、悔しいシーズンだったんで、はい、なるほどなるほど、そうです、だからまあいつ来てもいつ試合に出ても大丈夫なようにずっとまあ準備はしてたんですけど、まあまあ来年この悔しさを生かして試合に出て活躍して頑張りたいと思います、うんうん、はいはいはい、今から今から体作り、お、いいですね、していこうかなと思って、来シーズンのために、はい、あのもしかしたらこの動画を見てる人、はい、荒木俊太さんのことを知らない可能性あるの で、 いやそうです、ね、あのサガン鳥栖のファンサポーターの方は絶対知ってくださってるんですけど、もしかしたら知らない方もいらっしゃると思うんで、はい、なんかあの自慢してくれません、何ですか、大学の大学高校と大学どこ で大学何をしたかっていう高校は、はい、長崎総合科学大学附属高等学校で、はい、あの小宮先生がもう亡くなっちゃったんですけど、小宮先生が、はいはいはい、あの監督でやってらっしゃるとこだったんで、はい、すごい厳しかったんですけど、はい、で大学は駒沢大学、はい、東京の、あ駒沢大学、荒木さん今僕の一個下じゃないですか、そうですよ、試合してます、あれ試合してますよね、試合してます、あれ僕の一個下の駒沢大学ってめちゃくちゃ強かったなってイメージあるんですけど、なんか最高順位とかでどれぐらいなんですかね、関東リーグが2位で、はい、準優勝、はい、でインカレでもまあ一応あの優勝させていただきました、あ優勝、はい、あじゃあ駒沢大学日本一なんですね、そうですね、めっちゃすごいっすねってことは、なんか優勝したじゃないですか、はい、個人としての成績は何かあったんですか、リーグ戦がベストイレブン、ベストイレブン選んでいただいて、でインカレではまあ優勝したからですよ多分、はい、まあ、まあ MVP、ね、MVP、いやいやそんな、まあ、過去ですけどね、過去ですけどね、もうってことは日本で一番いや一番じゃ、一番価値を見出したプレイヤーですもんね MVP って、いや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 、そんな、いやー、当時は温泉行かせていただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、行きましょう、出発進行、出発、レッツゴー、レッツゴー、お疲れ様です、最高でしたね、最高でしたね、いつもいつもありがとうございます、アマンディさん、アマンディさんありがとうございます、アマンディさんありがとうございます、アマンディこの音楽が流れるんです、いつも、よいしょ、はい、よいしょ、温泉から帰ってきました、で、あとはもう着替えて寝るだけです、今日もケイスケチャンネルを見ていただいてありがとうございます、今はありがたいことに、サガン鳥栖で練習をさせて、トレーニングをさせていただいていて、しっかりと自分のねコンディションを整えることができております、11月末にトライアウトがあるので、そこに向けて日々頑張っていきたいと思います、そしてあの前回も言ったんですけど、本当に前回の動画もそうだし、前々回の動画でもやっぱりコメント欄ですごい温かいコメントが多くて、本当に頑張ろうと今思えてます、そして何より、僕のリリースを聞いて、悲しんでくれる人が、悲しんでくれるという言い方が正しいか分かんないですけど、本当に、まあ、悲しませてしまっている人がいるっていうことを知ったので、そういった人たちが本当に前を向いて毎日笑顔で生きられるように、そのためにも僕は頑張っていきたいなと、改めて思いました。これからも僕は夢を追い続けます。そしてその夢を叶えます。そして必死でもがいてこの人生を生きていく姿っていうものを見て、皆さんが少しでも前を向いて毎日生きていっていただけたら嬉しいです。またこの動画を見て明日も頑張ろうと思える人がいてくれたら本望です。明日も頑張りましょう。明後日も頑張りましょう。今日は寝ましょう。お疲れ様です。じゃあまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録と、いいねお願いします。あとコメント全部見てるので、コメントしてくれると嬉しいです。じゃあまた。これ何？